皆さん、こんにちは。きよしのずんどこ節でも有名な演歌歌手氷川きよしさん。最近は発声障害で復帰絶望と言われる疎廃後の真相に驚きを隠さない。今日は氷川きよしさんのことについて紹介します。まずは氷川きよしさんの経歴とプロフィールから紹介します。氷川きよしは日本の歌手、2000年デビュー、本名は山田きよし、一部でキーナという名前を使用することがある。身長178cm、体重 62kg、 血液型は A 型、レコード会社は日本コロンビア、芸能事務所はながらプロダクションに所属。氷川きよしが声帯の不調から予定されていたコンサートを2つ中止した声帯ポリープと出血が見られるとのこと。明らかに疲労による障害だと感じた。3年前初めて彼のコンサートに行った時、驚いたのは彼が43曲も歌ったことだ。バースデーコンサートということもあったのか、ライブ自体は3時間半を超えるものだった。その上、彼はそのプログラムを1日に2度こなしていた。お昼の11時半から1回目の公演が始まり、2回目は4時半から、私が夜のコンサートに参加するために最寄り駅に降り立ったのは3時半過ぎ。その頃、多くの観客が帰りのために駅にいた。要するに3時過ぎ頃までコンサートを行い、次のコンサートは4時半から、その間わずかに1時間半の休憩しかない。私は正直言って驚いた。そして初めての彼のコンサートの間中、何を思っていたかといえば、声帯は大丈夫なのか、ただそれだけを心配した。彼は私の心配をよそに、最後のリクエスト曲大丈夫まで完璧に歌いこなしていた。そのバイタリティと強靭な声帯に驚愕したのを覚えている。なぜなら声帯は30分歌えば充血して真っ赤になるのである。この充血を元の状態に戻すのに2時間かかると言われている。私のようにクラシック出身の人間は、自分の声帯の管理に非常に気を使う。すなわち、練習やコンサートで声帯を長時間使った後は十分な休息を与えて声帯の摩耗を防ぐ体。もちろん持って生まれた体質によって声帯の強靭さには差がある。しかし、どんなに強靭な声帯を持っていても、声を発するのに声帯が振動しているという事実は変えようがない。声帯の粘膜は振動して両端をすり合わせることで音が鳴る、すなわち声が出るのである。普通話し声での振動数は1分間に150から200回と言われている。この振動数は高い声になればなるほど回数が増える。すなわち高い声を出すには細かい振動が必要なのだ。赤ちゃんの泣き声のような高い声では1分間の振動数は400から500回に上る。これは普通の状態での振動数である。これから考えてみれば、歌手が1時間2時間と歌い続けるライブでは、実に何千回何万回という振動の負荷が声帯にかかってくるのは容易に想像できるだろう。それぐらい歌手という職業は声帯にとっては過酷なものなのである。これを氷川きよしは1日に2度言ったということになる。しかし、3時間半という長丁場のライブを1日に2度こなしても、彼の声帯は歌声がかすれることなくなり続けた。この強靭な声帯は持って生まれたものでもあり、そういう意味で彼は恵まれたとも言える。しかし、反対に強靭な声帯だったからこそ、普通の歌手には無理なスケジュールでもこなせてきたとも言えるかもしれない。私には初体験だったが、きっと彼はこのようなコンサート形式をずーっと行い続けていたのかもしれない。しかし、私は1日に2回フルコンサートを行うということが声帯にどれぐらいの負担を与えているのかということを考えるだけで、彼の声帯が大丈夫なのかという疑問を常に持っていた。演歌というカテゴリーを外し、ロックやポップスまで歌うということは、一つのジャンルだけでなく多くのジャンルを歌うことになる。それはつまりのところ、演歌だけを歌ってきた頃とは比べ物にならないぐらい声帯に負荷かけるだろうということは予想できる。ロックやポップスは
メロディー展開、さらには声域において演歌とは大きく異なるからだ。また、発声ポジションにおいて演歌を歌うときとポップスやロックを歌うときでは、彼は明らかに変えていたはずであり、その何通りかの発声ポジションを組み合わせて何時間も歌うことは、それだけで声帯の摩擦は一つのカテゴリーのジャンルの何倍、何十倍もの負荷がかけられることを意味しているのである。なぜなら声帯は粘膜という筋肉の一種であり、その使い方を歌によって変えるのは、野球選手が相手の球種によって打撃フォームを使い分けることと同じであり、それだけでも非常なストレスになるのは目に見えているからである。それを彼はこの3年日常的に行っている。またライブだけでなく、歌番組に出れば演歌を歌ったりポップスを歌ったり、ありとあらゆるジャンルの楽曲に果敢に挑戦している。そこには当然本番に至るまでの練習というプロセスがあり、何度もポジションを変えては歌っているのである。さらにファンほど彼のスケジュールを追い切れていない私でも、彼がコロナ禍の中でも全国ツアーを行い、毎年アルバムを出し、その合間にシングルの発表、歌番組への出演などかなりの露出を行っていたのを知っている。これほどの過密スケジュールの中で声帯の健康を守っていくのは容易ではないと感じるほどだった。今年いっぱいで活動を無期限停止する彼には、今年どれぐらいのスケジュールが組まれているのか私にはわからない。しかしこの時点で声帯が悲鳴を上げるほど、それはやはり無理があったと言えるのかもしれない。強靭な声帯を持つからこそ、本人も含めて周囲は注意を払わなければならないのだ。これぐらいなら大丈夫、これぐらいなら無理できる、強靭な声帯ならなおさらのこと、少々の無理をしてもそれが症状に現れるのは少ない。だからこそ症状が現れるというのは声帯そのものが悲鳴を上げているとも考えられるのだ。以前も彼は一度ポリープの手術を行っている、それによって高音が出しやすくなったと話しているのを読んだ記憶がある。また出血しているというのは、声帯が充血だけにとどまらず摩擦によって傷を負い、傷口から出血しているとも考えられる。1日2日の休息では回復しないところまで疲弊しきっているとも考えられる。ここまで疲弊しきっている声帯には十分な休息が必要だ。炎症を抑えるのは無言の行を貫くことしか解決策はない。おそらくそれまでにステロイドなどの炎症を抑える薬は使ってきているだろうから、声帯がそれでも回復できないところまで来ているということなのだろう。私も学生時代声帯炎になったことがある。その時は2週間無言の行を貫いた。家族とは筆談で会話したのを覚えている。現代はスマホがあるから意思の疎通は声を出せなくても容易だろう。今彼と彼の周囲ができることは十分な休息、声帯が回復するまでには時間がかかるということを覚悟して今後のスケジュールを組み直すことが必要かもしれない。人間の声帯は機械ではないのだ。それを十分に本人も周囲も自覚する必要がある。氷川きよしさんは2010年に初松村ゆうきさんとのお泊まり合いをフライデーされ話題になりました。氷川きよしさんの恋愛対象は男性なのではないかと言われていたこともあり、松村ゆうきさんとの熱愛が報道されるとお似合いだという声も多く聞かれたようです。氷川きよしさんと松村ゆうきさんの交際報道やネット記事に世間はどんな反応を示しているのでしょうか。氷川きよしが何年か前に松村ゆうきとデートしてる現場をフライデーにすっぱ抜かれてて、その写真を見て幸せそうだなぁとキュンキュンしたのを覚えている。最近そのまんまで隠さなくなった彼の様子を見て、いい時代になったのかなと思う。氷川きよしと俳優の松村ゆうき、付き合ってる。だって職場の人が知ってるくらいやから割と知られてるんやろうけど、あまりびっくりはしない。むしろ応援したい。氷川きよしさんの歴代恋人の彼氏2人目は平井堅さんです。平井堅さんはシンガーソングライターとして活躍しており、数々の名曲を世に送り出しています。氷川きよしさんと平井堅さんの仲が噂になったのは
2006年に台湾の新聞で氷川きよしさんと平井堅さんの熱愛報道が大きく取り上げられたことがきっかけでした。その新聞によると2人は台湾で仲良く手をつないで歩いていたと報じられています。手つなぎ写真は掲載されていなかったようなのですが、日本人が海外で熱愛を報じられることはあまりないため信憑性はあるようです。氷川きよしさんの歴代恋人の彼氏3人目は相葉雅紀さんです。相葉雅紀さんはトップアイドルグループの元嵐のメンバーです。氷川きよしさんの歴代彼氏について調べていると、相葉雅紀というワードがよく出てくるのですが、氷川きよしさんと相葉雅紀さんが噂になった事実はありませんでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。